るのがスキールという名前のヨーグルト。あ、この人たちも買ってる。あ、いろいろ買いな。Excuse me. Hello. スキール。Yes. Which is スキール？これがスキールよ。プレーンにバニラ、ストロベリー、ブルーベリー。聞けばこのスキールアイスランドの国民食なんだとか。どんなものなのか気になりますね。ご家庭ではどんなお料理を作るんですか？いろんな料理を食べるわ。例えばこれは銀だらの燻製。これから家でお昼を食べるんだけど、よかったら来ない？いいんですか？お昼に誘ってくれたのは近くに住んでいるというローサさんと友人のファネーさん。お言葉に甘えてついていくと、そこは一般的なアパートの一室。どうぞ入って。まあまあ素敵なお家ですね。絵がいっぱい。一見お金持ちの家に見えますが、これがアイスランドの平均的なお宅。インテリアにこだわるのは北欧の家庭ならではですね。そして振る舞ってくださったのがこちらの料理。すべてアイスランドの家庭で一般的に食べられているものだそうです。こんなに素晴らしいお料理をありがとうございます。これは大西洋鮭の燻製で、普通のサーモンより少し小さいのよ。食べてみて。おいしい。アイスランド人はよく釣りに出かけるの。そして釣った魚を自宅で燻製にするのよ。自給自足よ。ああそうなの。日本と同じく海に囲まれたアイスランドでは海産物をよく食べます。寒い冬の保存食として乾燥させたり燻製にするんだとか。さらに食卓には気になるものが。こりゃ一体。気に入ってくれるかしら。リコリスって食べたことある？ No. No. ここにある黒い棒状のものがリコリスよ。これがプレーン味。この茶色いリコリスは塩コショウで味付けしたもの。そしてこれはマジパンよ。変わってますね。じゃあまずこちらからいただきますね。変わった味でしょう。You like? Yes, love. Love ですか？ Yes, love liquid. 肝臓の根っこから作られているのよ。リコリスはマメ科の植物、肝臓の根っこで作ったお菓子。出ました、リコリス。そうなんですよね。北欧を訪れるとね、必ず遭遇するんですけど、まあ味はちょっと癖があるかな。これはね、好み分かれるとこですけどもね。にしてもこの長いやつ何ですかこれ。私もこれ初めて見ましたよ。これはリコリスのボスですか？これは私たちが作ったデザートよ。こっちは体にとてもいいので、リコリスはちょっと休憩しましょう。勧められたのはスーパーに並んでいたヨーグルト、スキールにシリアルとブルーベリーを乗せたデザート。スキール本当濃厚ね。こうクリームチーズみたいに濃厚な。あら、これは本当の健康食よ。タンパク質も豊富でアイスランドで愛されている食べ物なの。クリームチーズのような食感で、味はヨーグルトっていう感じ。クリームチーズのような食感になるのはろ過して水分を取り除いているため。
お二人も毎日食べているそうです。だからお綺麗なんですね。松坂さん、思いがけずご馳走になったランチを大満喫。